諸葛亮殿より繁盛を攻める策を授かった。城の近くを流れる川を突く。ここんとこの雨続きでそこに目をつけるとは。川の上流には堤があります。周辺を制圧し。ではみんなで堤へ攻め込めばいいんですね。私頑張ります。ですが川の水位が上がって闇雲に攻めても被害が大きくなるだけじゃ。では二手に分かれてはどうでしょう。片方は堤へ向かう。城攻めの部隊に陽動させれば。うん、ここは観光の策に従おう。お主たちの戦。親分のお子様たちも随分立派になりやしたね。拙者は良き父とは言えぬかもしれぬ。だが皆良き子に育ってくれた。親としてこれほどの喜びはない。いざ繁盛を攻め落とさん。我らの武勇で諸葛亮殿の秘策をなすのだ。この地、関雲長が制圧した。伝令、義の援軍が繁盛に向けて進軍中。繁盛へは近づかせん。お前たちは俺が止めてみせる。すごく強そうな人。でも精一杯頑張ります。先方の務め果たせなかったか。どうも申し訳ありません。よかった。これで繁盛に向けて進めるね。敵将討ち取ったり。関雲長、義を貫き進むのみ。父上の戦ぶりまさに軍神です。はっ、私も父上みたいに強くなれたら。今日からさらなる筋力強化に努めます。よっ。船をご所望ですか。俺だ。ただ
造船所などに何の用だ。まあいい、叩き潰してくれる。私も父上みたいに強くなれたら、今日からさらなる筋力強化に努めます。ご所望ですか。造船所も取り戻していただけたようですね。申し上げます。造船所と船を確保いたしました。敵が逃げることはかなわぬ。すべてを水に沈めん。さすがですな。俺の活躍の場残しといてくださいよ。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。この旅情がいる限り常陽は抜かせん。繁盛を攻めるには常陽の確保が不可欠。何としても落としてみせる。
我が義を貫かん。余計常用を守りきれんとは、なんと不甲斐ない。敵将討ち取ったり。父上は私の誇りです。なんという戦ぶり。父上の分、手本といたします。神に率いる職分の盛況無比なこと。やはり私の取るべき道は上位に抑えられてよかった。艦長を攻める足がかりができたな。艦運と義を貫き進むのみ。私も父上みたいに強くなれたら。僕らさらなる筋力強化に努めます。幕城を奪うつもりか。返り討ちにしてくれる。おやおや、見ていてくださいよ。必ず俺が幕城を取ってみせます。に援軍が遅れる。何としても守り抜くぞ。神丹の守りは固い。いかに攻めるべきか。我が魂の叫び受けてみよう。
これで武漢からの援軍は阻止できる。安城での戦も有利に進むだろう。敵将討ち取ったり、反雲長意を貫き進むのみ。さすがですな。俺の活躍の場残しといてくださいよ。その勢い誰にも止められますまい。制圧した。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。
なんという強さ。これはかなわん。引くぞ。俺の活躍の場残しといてくださいよ。さすがですな。俺の活躍の場残しといてくださいよ。この戦、兵器での攻撃が有効でしょうか。壇上へ運ぶので、護衛をお願いできますか。入る。
半城南に。ただ諸君の工作兵だと？こんなところで何をしている？カズカルだ。これじゃ作業を続けられない。敵の狙いも確かめられないとは。これで作業に戻れるか。敵の狙いは気になるが、これ以上は無理だ。引くぞ。これで作業が再開できます。ありがとうございます。おかげで包みが完成しました。水攻めの効果が期待できますね。半円長、火を貫き進む。なんという戦ぶり。父上の分手本といたします。伝令、半城南側の包みが完成しました。よくやってくれた。水系は必ずや大きな効果を上げよう。この地の攻防は戦局を左右しよう。私たちで守るぞ。おっと、そこまでだ。これ以上繁盛には近づかせないよ。勝負は無謀だったか。宗神殿、面目ない。半雲長、火を貫き進むのみ。親分、最高っす。ヒゲの先まで輝いてますぜ。半城の西から援軍が来たぞ。これで魏軍を押し返せる。この上諸君に援軍だと、さすがに厄介だ。戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。
攻めのため包みを確保しなければ首相の総体を倒しましょう。うがれ、こんなところにも敵が、何としても守り抜かねば。狙いは何だ。もしや職軍は水攻めを、ファン雲長、意を貫き進むのみ。髭の先まで輝いてますぜ。この地、ファン雲長が制圧した。3台たどり着きました。これで繁盛に大きな被害を与えられます。兵器の準備ができたぞ。繁盛へ向けて打ちかけろ。うわ、敵の兵器だ。このままじゃ城が、これでよかろう。父上の戦ぶり、まさに軍神です。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。この繁盛、職には渡さぬ。我が身を盾とし、守り抜いてみせよう。繁盛周辺、常用の安全が確保されたようですね。集中して作業でき、効率も上がるでしょう。
見事な包みができたようですね。堅固な包みができたようだな。水系の効果は大いに高まろう。うん、これでよかろう。なんという戦ぶり。父上の部、手本といたします。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。将軍、関羽の軍に捕らわれたとのこと。よくも宝徳将軍を。将軍、今こそ我らが打って出る時です。宝徳将軍をお救いし、連携して関羽を叩きましょう。関羽よ。ん、不分足高校を申し入れる。何を願わくは、我が機下すべての命の保証を望む。承知した。我が兄龍玄徳の名に誓い約束しよう。将軍、なぜです。おじけづかれたのですか。軍において上官の命令は絶対だ。方便は認めん。
あなたという方は各隊をまとめ整列せよ。くだるにせよ。軍旗は乱すな。艦上は艦雲長の軍が制した。みなよく戦った。少しでも父上のお役に。それにしてももあれほど多くの水が流れ込めば義兵も戦意を喪失したはずです。だが敵はそれでも城を明け渡さなかった。この城は義にとってそれ周曹、いかがした？はい、戦いの最中、敵は何かを待っているような気がしませんでした。援軍か、それとも義の援軍か。なるほど。だが、我らは城攻め、義の援軍を迎え撃つ。軍神の部位は繁盛を飲み込んだ。義の本拠巨匠はもう手の届くところにあった。だが関羽は一抹の不安を覚える。雨巾の投降を入れたことで何かが崩れたことを感じたのである。そして彼の予感は的中する。軍神関羽の周囲に暗雲が立ち込めようとしていた。どうにも足りんな。兵糧ですかい。そういうことなら元山賊の俺に任せてくだせ。呉の奴らからちょっちょいと強奪してきますぜ。我らの義をおもんぱかるなら投降者の受け入れはすべきではなかったか。だがそれは我が武人としての義にも兄者の仁にも背くこと。拙者が進まずして誰が兄者の王道を切り開けよう。要を兄者の仁で満たすため公園での誓い必ず果たさねば。官軍など我が青龍が吹き飛ばさん。兄ちゃん。